こんにちは、ティアラリミックスです。今日は今話題のチャット GPT に五代語のことを聞いてみましょう。さて、チャット GPT はどれくらい五代語のことを知っているのでしょうか。楽しみですね。あなたは五代語のことを知っていますか。はい、五代語。五代語は日本のロックバンドで1970年代に結成され活躍しました。うん、彼らは日本の音楽シーンにおいて洋楽と日本の音楽を融合させた先駆的な存在であり、映画やテレビドラマの主題歌なども多数手掛けています。合ってます。代表曲にはガンダーラ、モンキーマジック、東京、ドランキーママなどがあります。何この、東京とかドランキーママってこれは知らない。いつの間にか新曲が出たのかな。まあいいやいいや。五代語についてもっと知っていることはありますか。はい、五代語についていくつかの事実をお伝えします。五代語は日本の音楽プロデューサーである富樫明夫が中心となって結成されました。誰？バンド名の五代語とは、イタリア語のゴデレという言葉から取られており、直訳すると喜びを与えるものという意味があります。バンドは1970年代後半から1980年代前半にかけて最も活躍し、1978年にはアニメーションシリーズ最優秀の主題歌モンキーマジックで大ヒットを記録しました。まあ、後半はバンドの音楽はロック、ファンク、ソウル、ラテン音楽など多様なジャンルを融合させた独特のサウンドであり、その影響は日本の音楽シーンに大きな影響を与えました。バンドのメンバーは、富樫明夫をはじめ、シンガーソングライターの小坂忠、ギタリストの鈴木茂、キーボーディストの清水信之、ドラマーの山木秀夫など、日本の音楽シーンで活躍する著名なミュージシャンたちで構成されていました。五代語の楽曲は、現在でも多くの映画やテレビドラマのさ、ウンドトラックなどで使用されています。このメンバーが誰も会っていないってどういうこと？はい。一番最後の、これは合ってるかな。はい。現在でも多くの映画やテレビドラマのサウンドトラックなどで使用されています。よくわかんないけど、CM をなんか使われているらしいですね。五代語のメンバーを教えてください。五代語の初期のメンバーは以下の通りです。嘘でしょ。富樫明夫、キーボード、小坂忠、ボーカル、鈴木茂、ギター、坂橋照之、ベース、清水信之、キーボード、山木秀夫、ドラムス、なお、メンバーは時期によって変更されており、1970年代末期には、小坂忠が脱退し、後任のボーカリストとして、ザ・タイガースの前田信輝が加入しました。また、1980年代に入ってからも、メンバーの入れ替えが続いています。なんか違うけど、もっと先に進んでみようかな。五代語のヒット曲を教えてください。五代語の代表的なヒット曲は以下の通りです。あら、ガンダーラ1974年、モンキーマジック1978年、東京1979年、ギャラクシーエクスプレス999 1979年、ドランキーママ1980年、勝手にシンドバッド1980年。これらの曲は映画やテレビドラマの主題歌としても使用され、多くの人々に愛されています。愛されてる。またモンキーマジックは海外でも知られており、イギリスで放送されたテレビアニメ最優秀の主題歌としてイギリスで人気を博しました。アニメじゃないけど、まあまあ、なんだろう、違うのがいっぱいあるけど、なんだろう、これ 50% くらいしか合ってなくないかい。さて、五代語のリーダーは誰ですか。結成した音楽プロデューサー、五代語のリーダーはバンドを結成した音楽プロデューサーの富樫明夫、富樫明夫です。彼はバンドの中心人物として楽曲制作やレコーディング、ライブパフォーマンスなどの面で大きな役割を果たしました。また、彼が手掛けた多くの楽曲は、日本の音楽シーンに大きな影響を与え、今なお多くの人々に愛されています。あなたはミッキー吉野を知っていますか？申し訳ありませんが、私はミッキー吉野という人物について情報を持っていません。これは漢字。もし何か特定の情報があれば、お聞かせください。可能な限りお答えできるよう努めます。そっか。あなたは、ミッキー吉野、知っていますか？これでどうかな？
あ、なんか考えてる。あ、来て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 。はい、ミッキー吉野、ミッキー吉野について知っています。うん。彼は日本の音楽プロデューサーであり、作曲家でもあります。作曲家、そう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 。1970年代には数多くのアーティストの楽曲を手掛け、日本の音楽シーンに多大な影響を与えました。そうね、そうね。代表作には山下達郎のクリスマスイブや松任谷由実の守ってあげたいなどがあります。また彼自身もバンド活動を行っており、サディスティックミカバンドやキックなどのバンドに所属していました。いやいや、所属はしてないと思うな。五大吾とミッキー吉野の関係について教えて。関係について、五大吾とミッキー吉野の関係については密接なものでした。実際、ミッキー吉野は五大吾の初期の楽曲の多くを手掛けた音楽プロデューサーとして知られています。プロデューサーじゃない。彼は五大吾の代表曲であるワンダーラやモンキーマジックなどの楽曲をプロデュースし、そのヒットに大きく貢献しました。ヒットに大きく貢献した。また、ミッキー吉野自身も五大吾に楽曲提供を行っており、彼の書いた楽曲、愛を込めて花束を、五大吾のシングルとしてリリースされています。え、私の知らない曲が。さらに、1970年代後半には、ミッキー吉野が結成したバンド、サディスティックミカバンドのメンバーと、五大吾のメンバーが一緒に活動することもありました。このように、五大吾とミッキー吉野は、音楽的な面でも交流があり、日本の音楽シーンを牽引する存在として、多くの人々から支持されていました。竹川幸秀って聞いたことある？はい、竹川幸秀については知っています。知ってる、知ってる。彼は、日本の俳優であり、映画やテレビドラマなどで活躍しています。違うよね。また、彼はミュージシャンとしても活動し、1980年代には、バンド、ジアルフィーと共演した楽曲、星空のディスタンスが大ヒットしました。その他にも、映画や舞台作品の音楽を手掛けるなど、音楽活動にも力を入れています。音楽活動にも違うよね。もうどうしよう。どうしようかな。よし、トミーについて聞いてみよう。トミー・スナイダーって知ってる？うん、知ってる。お、辻合ってる。はい、トミー・スナイダー、トミー・スナイダーについて知っています。アイアン・メイデンじゃないよね。いや、違う違う違う。彼は、アメリカ合衆国のロックバンド、アイアン・メイデンの元ツアーマネージャーでした。違うし。彼は、1981年から1985年までアイアン・メイデンのツアーマネージャーを務め、バンドの世界的な成功に大きく貢献しました。また、彼はバンドの楽曲の一部にも参加しており、フライト・オブ・イカルスや、2ミニッツ・2ミッドナイトといった曲の作詞に携わったことがあります。これ、トミー・スナイダーは1985年に亡くなりましたが、アイアン・メイデンのメンバーやファンからは彼の功績が高く評価されています。なんか誤解してるなぁ。五大吾のトミー・スナイダーを知っていますか？五大吾のトミー・スナイダーという人物については私が知る限り情報がありません。嘘。私が知っているのは、トミー・スナイダーがアイアン・メイデンの元ツアーマネージャーであり、バンドの成功に大きく貢献したということです。五大吾とトミー・スナイダーの関係についても、私は知ることができません。お手数ですが、もし詳しい情報をお持ちであれば、教えていただけますでしょうか。嫌です。そうか、どうしようかな。じゃあ、浅野さんについて聞いてみるか。五大吾の浅野高見について知っていることを教えて。たかしじゃないか。はい、五大吾の浅野高見、浅野高志について、いくつかの情報をお伝えできます。いや、浅野さん、浅野高見は、1955年12月13日生まれの日本のベーシスト、作曲家、編曲家です。彼は、1976年に結成された五大吾のオリジナルメンバーの一人であり、バンドの中心的存在として活躍しました。彼は、バンドの楽曲の多くを作曲し、編曲も手掛けました。また、彼はベースプレイヤーとしての才能も光り、独特のリズム感とテクニックで、五大吾の音楽に独自の色彩を加えました。これは合ってるな。浅野高見は、五大吾が活動休止した後も、音楽活動を続けています。また、彼は作曲家、編曲家としても、多くの楽曲を手掛けています。そうだね、そうだね。じゃあ、ついでだから、スティーブも聞いちゃう？五大吾のスティーブ・フォックスについて知っていることを教えて。は
い古代語のスティーブ・フォックスについて以下の情報をお伝えできます。スティーブ・フォックスは1952年5月5日生まれのアメリカ合衆国出身のミュージシャンです。違う、ね、彼は古代語の初期のメンバーの一人であり、バンドのドラマーとして活躍しました。ドラマじゃない。彼は1970年代から1980年代初頭にかけて古代語の数々のヒット曲に演奏で参加し、バンドのサウンドを支えました。また古代語のメンバーとしてだけでなく、スティーブ・フォックスはセッションミュージシャンとしても活躍しました。彼は数多くのアーティストと共演し、多くのレコーディングに参加しています。まあそうかな。現在のスティーブ・フォックスの活動については情報が限られていますが、彼は現在も音楽活動を続けていると考えられています。ざっくりとしてるけど合ってるよね、合ってるよね。そうはい、そういうことですね。五代後のアルバムについて教えて。はい、五代後は多くのアルバムをリリースしています。代表的なアルバムをいくつか紹介します。五代後、1976年デビューアルバム、バカ野郎、ガンダーラなどのヒット曲が収録されています。何これモンキーマジック、1978年、同名のテレビアニメの主題歌、モンキーマジックを収録。アルバムは全英アルバムチャートで1位を獲得し、五代後の代表作となっています。そうなの、嬉しい、嬉しいけど。ハリケーンエクスプレス、1979年ダンシングオールナイト、ハリケーンエクスプレスなどのヒット曲が収録されています。マジックモンキー、1982年モンキーマジック関連の楽曲を集めたアルバム。よくわかってないけど。 OH 五代後、2008年22年ぶりのオリジナルアルバム。違うよね。浅野孝美、ミッキー吉野、田島孝夫の3人で制作されたアルバムで、 OH これ古代語、ミスタージャパンなどの新曲が収録されています。その他ベストアルバムやライブアルバムなども多数リリースされています。ベストアルバムはいっぱいリリースされてるので、まあ、これは合ってるかな。ああ面白かった。はい、ということで最後の締めくくりとして、古代語のヒット曲を教えて。代表的な古代語のヒット曲をいくつか紹介します。ガンダーラ、1978年、五代後の代表曲の一つ。映画、岩壁の母の主題歌としても知られています。バカ野郎、1978年、五代後のデビューシングルで大ヒットとなりました。そんなこと言っちゃダメだよ。モンキーマジック、1978年、同名のテレビアニメの主題歌として、日本だけでなく海外でも人気を博しました。ダンシングオールナイト、1979年、映画、ハリケーンエクスプレスの主題歌として大ヒットとなりました。え、そうなの、これ。青春時代、1980年、作詞を松本隆が手掛け、テレビドラマ、ウルトラマン80の主題歌としても知られています。違うよ、ね。その他にも、ハリケーンエクスプレス、銀河鉄道999、スニーキンサスペンス、サムライブルースなど、多くのヒット曲があります。これは知らない。何これ。そうだそうだ。五代後は現在も音楽活動を続けていますか？はい、五代後は現在も音楽活動を続けています。そうね、そうね。結成から50年以上経った今でも年に数回のペースでライブやコンサートを行っています。合ってる合ってる。またメンバーの一部はソロ活動を行っていたり、映画音楽の制作にも携わっています。2019年には五代後結成40周年を記念して全国ツアーを開催しました。まあそういうことですね。はい。五代後はこれからもヒット曲を出し続けますか？五代後が今後もヒット曲を出し続けるかどうかは予測が難しいです。はい、長年にわたって。しかし、五代後は過去に多くのヒット曲を生み出し、長年にわたって日本の音楽シーンに大きな影響を与えたバンドの一つであり、音楽ファンからの支持も根強いです。あ、嬉しい。そのため、今後も高い音楽性と独創性を持った作品を発表し、音楽シーンをリードし続けることが期待されています。五代後の、吉沢洋二って知ってる？申し訳ありませんが、私の知る限り、五代後には吉沢洋二というメンバーはいません。そう、かわいそすぎるでしょ。五代後のオリジナルメンバーは、山本達久、深町淳、浅野孝美、清水義則、そして後に加入したスティーブ・フォックスです。メンバー変わってるし。ただし、五代後の歴史は長く、メンバーの入れ替わりもあったため、もしも吉沢洋二さんが何らかの形で五代後と関わっていた場合は、教えていただければ幸いです。なるほど。
古代語についてたくさん教えてくれてありがとう。どういたしまして。また何かありましたらお気軽にお尋ねください。はい、わかりました。ありがとう。またね。どういたしまして。何かあればいつでもお聞きください。またお会いしましょう。はい、ということで五代語について今話題のチャット GPT に聞いてみました。結構適当なことを答えてますけれども、まあ合ってるところもあるということで楽しめたんじゃないかなと思います。それではまたお会いしましょう。ティアラリミックスでした。バイバイ。